はい、皆さん、こんにちは。久しぶりの登場です。アミーンの、ね、YouTube。今日はね、新登場のジョグトリエコカップの供給システムをね、紹介したいと思っております。新しく作りました。なんかどっかで、まあ、郵便受けに見えますけども、実は郵便受けじゃありません。ね。で、ジョグトリエコカップをね、この中に収めておりまして、初参加の方、ね、初参加の方とか、ね、2回目以降参加なんですけども、ジョグトリーのエコカップを忘れてきたとかね、久しぶりなのでちょっと持ってきてないとかね、いう方で、ジョグトリーエコカップを差し上げるときに、今までは手渡しでやってたんですけども、やっぱりね、最近のね、ウイルス関係ね、の要人のために、手渡しじゃなくて自分で取ってもらうという形で変更しました。ということで、どういう風に取るかというと、ね、下にね、取り出し口ってありますね。取り出し口。ここの下からね、下から取るわけです。おお、取れた！おお、取れた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 。ね。で、取ったらまたね、上からね、落ちてきて、またね、次の人が取ると、まあ、ここね、下の段にね、3つあるんですけども、おお、ほら、また取れた、みたいな感じでね、うん、という形で取れます。ということで、補給はね、この上の方からね、補給するような形になっておりまして、よくできてるでしょ？ね？本当に。ね。で、これね、だいたいここの中に、約30個ぐらいは入ります。で、30個じゃ足りなそうなので、実はこの裏側にぐるーっと回すと、中の、なんか、このジョグトリエコカップの、供給箱がこう背負ってるような感じに見えますけどもね。子供を背負ってるみたいな。裏側に、エコカップストックということで、こちらに置いております。ということで、ここをね、エコカップがね、残り少なくなってきましたら、ね、ここから、こうね、置くと、たくさんあります。たくさんありますね。ありますよ。もうね、今回はね、奮発してたくさん作りましたので、エコカップね、たくさんあります。この中からここにね、供給するという形でなっております。で、ジョグトリップの新しいギミックということでね、ね、人気爆発するんじゃないかなということで密かに思っております。ということで今日は、はい、ジョグトリエコカップの供給システム、供給ボックスを紹介いたしました。それでは皆さん、Have a good day! バイバーイ!